川内自動車の川内社長から新潟緑の百年物語の平山理事長に100万円の寄付の目録が手渡されました。川内自動車は車が排出する CO2 がもたらす環境問題への対応は企業の責任として2010年から寄付を続けています。10年20年と続けていける活動をしていこうよということで思いがある活動ですので続けていければと思います。新潟緑の100年物語の活動の一環として県民会館ではポスターと標語を展示する展覧会が開かれています。